2022年1月の5日水曜日、令和4年ですね。こんばんは、雑談配信です。さ、気になってんだけどさ、なんか10日ぐらい前というか去年あたりにさ、なんか牛乳がすごい余ってるんだと。だからみんなして牛乳飲みましょうキャンペーンみたいなのとかさ、社会に貢献するために僕は牛乳を飲みますとかさ、いろんな工夫をして、牛乳を飲もうというニュースがあった気がするんです。あれどうなったのふっと気になってさ、いや、まあ、何なんだろうなと思ってさ、ね、廃棄になるのが問題だとかニュースにしてましたけど、ああいうの結果その後どうなったか教えてくれないよね。調べれば出てくるかもしれないんですけど、人の気持ちは移ろいやすい。だからその日その日の話題になったことで昨日のことはもう忘れてるみたいなことなんだろうなと思ったりとかします。まあ僕は協力しなかった人なので、牛乳の商品に余計に話が分からなくて気になっております。ちょっと気になってるね。それから今日どっかのサファリパークでトラの飼ってる檻からこう外に出そうとしたら、なんかドアが開いてたらしくて、でそこの従業員がトラに噛まれて重傷だっつわれてさ、いや、あと猿がなんかゴミを出そうとした女性に噛みついたとかいう話とかさ、人が噛まれたっていうニュースが多いんだけど、でもそれはやっぱ人間が悪いよなと思ってるところです。だってトラは別に飼われたくて飼ってるわけじゃなくて、動物園でお金欲しい人のためにそこに飼われてるわけでしょ。でそこの管理がずさんだったせいで人間が怪我してるわけでしょ。じゃあやっぱ愚かなのは人間なんじゃないかななんていうふうに思ったりいたしました。それだけです。お正月が終わってさ、やっぱり毎年出ますね、お餅で喉を詰まらせて死ぬ人がね。今年は4人死んだそうですご愁傷様です。僕ももう自分が年取って喉がさ餅通らないなと思ってるので、もうずっとお餅食べてないんですよね。あれ家族がいてね、掃除機で出してくれたりするんだったらいけるけど、一人暮らしはねもう無理だろ。なんで怖いんで、お雑煮とかお餅ね本当は好きなんですけど、もう食べれないななんていうふうに思ったりとかしてます。もう死んでもいいって思ったら餅食えるかもしれないけどまあ窒息はそんなに苦しくも痛くもないだろうから、すぐ気失うだろうし、30分窒息で苦しむってこともないだろうから、まあ死ぬなら餅かなともちょっと思いました。あと今日寒いんですね。なんか明日雪降るらしいよ関東もとかっていうふうに言われてたりするんで、まあどうですかね。まあ降っては欲しくはない。だからめったに雪降らない地域の人はちょっと雪が降っただけでも大騒ぎになっちゃうんで、僕あれが嫌なんで、北海道の人とかに謝れって思ったりとかするんで、まあそんな感じでございました。というわけでこの後ちょっと雑談今しましたけど、ドラクエをやったりとかしますんでよろしくお願いします。とりあえず雑談分として1月5日はメンバーさんはこんなこと思いましたよとか、そういう話をしました。以上です。じゃあ終わります。